ジャジャウマナラシ、ジャジャウマナラシ、英、えー、現代、ザ・テイーミング・オブ・ザ・シュルーは、ウィリアム・シェイクスピアによる喜劇。シェイクスピアの初期の儀曲の一つであり、1594年に執筆されたと考えられている。しばしば、インダクションと呼ばれる導入部分がついた枠物語として始まる芝居であり、ここでは、いたずら好きな貴人が、クリストファー・スライという名の酔っ払ったイカケ屋を騙して、 スライ自身が、実は貴族なのだと信じさせようとする。この記人は、スライの気晴らしのために芝居を上演させる。主筋は、ペトルーチオが堅くなで豪情なジャジャウマ、キャタリーナに求愛する様子を描くものである。最初は、キャタリーナは、この関係に気乗りがしないが、ペトルーチオは食べさせない、眠らせないといった、様々なやり方で相手を心理的に苦しめて、 キャタリーナを望ましく従順で、おとなしい花嫁にする。脇筋は、キャタリーナの妹で、理想的な女性に見えるビアンカをめぐる求婚者たちの争いを描く。この芝居が、ミソジニー的かそうでないかについては、特に現代の研究者、観客、読者の間でも、非常に議論がある。ジャジャウマならしは何度も、映画、オペラ、バレエ、ミュージカルなどに本案されている。 最も有名なのはおそらく、コールポーターの、キスミー・ケイトと、エリザベス・テイラーとリチャード・バートンが主演した1967年の映画版、ジャジャウマ・ナラシである。1999年に作られた高校を舞台に、するコメディ映画、恋の空騒ぎもこの擬曲を本案しものである。導入部に登場するキャラクター、第一幕の前に、クリストファー・スライという名の酔っ払いを、 中心人物として、この芝居は、昔の出来事であると解説する導入部分が語られる。スライは飲み代を払わないために、酒場から蹴り出され、外で寝込んでいるところに、いたずら好きの領主が通りかかる。この領主は、哀れな酔っ払いに、スライ自身が領主であると思い込ませようと、巧みないたずらを仕掛ける。その最中で、劇中劇が演じられ、それが、以下の部分となるが、 この導入部分はあまり上演されない。タイトルにもなっている、ジャジャウマは、パドバの商人バプティスタミノーラの長女、カタリーナミノーラを指している。彼女は極端に熱しやすい性格で、誰も彼女を制御することはできなかった。例えばある場面では、彼女は妹を椅子に縛り付けているし、別の場面では、音楽の先生を楽器で殴りつけている。対して、 妹のビアンカ・ミノーラは美しくておとなしい性格で、町の貴族の男たちの人気者である。バプティスタはカタリーナが結婚するまではビアンカを結婚させないと誓う。ビアンカには何人かの求婚者がいたが、そのうちの二人が結託し、ビアンカを自由に取り合いできるよう、姉のカタリーナを結婚させてしまおうと画策する。一方の求婚者グレミオは年をとっていて、陰鬱。 もう一方のホルテンシオは若くて異性がいい。この作戦は、二人のよそ者ペトルーキオとルーセンシオが街に現れたことで複雑になる。ルーセンシオは、ピサの裕福な商人の息子で、ビアンカに一目惚れする。一方、ベローナの紳士、ペトルーキオは、お金しか眼中にない。バプティスタが、ビアンカには、先生が必要だと言ったとき、二人の求婚者が、 その願いを叶えるべく、競って、先生を探す。グレミオは、ビアンカを駆説く目的で、知識人を装っていたルーセンシオに行き合う。ホルテンシオは、自分自身で、音楽家に変装し、音楽教師として、バプティスタの前に現れる。こうして、ルーセンシオとホルテンシオは、教師のふりをして、彼女の父に隠れて、ビアンカを駆説こうとする。その頃、ペトルーキオは、 カタリーナと結婚した時に持参金として手に入る広大な土地のことを求婚者たちから聞かされる。彼は乱暴者のカタリーナを置く時、彼女の意思は無視して、ケイトと呼び、結婚とその持参金を決めてしまう。と同時に彼はニーズマを鳴らし始める。彼女から睡眠を取り上げ、食事をさせない理由を出っち上げ、美しい服を買い与えてはズタズタに切り裂いてしまう。 カタリーナは、その体験にあまりに動揺したので、ビアンカの結婚式のために、パドバへ戻ろうと聞かされた時には、あまりに幸せで返事ができないぐらいであった。彼らがパドバに着くまでに、カタリーナの調教は完了しており、もはや彼女は、ペトルーキオに逆らうことはなかった。彼女は、ペトルーキオがそうしろといえば、太陽を月と呼び、月を太陽と言って、完全に服従したことを示した。 ルーセンシオが先生をしている間、彼の召使いが主人のふりをするといった複雑な相話の後ビアンカはルーセンシオと結婚することになる。ホルテンシオはビアンカを諦め金持ちの未亡人と結婚。宴会の間にペトルーキオは自分の妻を以前は手がつけられなかったが今では従順だと言って自慢した。ペトルーキオはそれぞれの妻を呼びに召使いを使って 妻が最も従順にやってきた者が賭け金を取るという賭けを申し出た。バプティスタは、ジャジャウマのカタリーナが従順になったとは、しんなかったので、賭け金に加えて、巨額の追加の持参金を申し出た。カタリーナはただ一人呼び出しに応じて、ペトルーキオに追加の持参金を勝ち取らせた。劇の終わりに、他の二人の妻が呼び出された後、カタリーナは、 妻は常に夫に従うべきだという演説をする。この擬曲の執筆年代を特定するための動力はなされているが、ほとんど同じプロットでセリフやキャラクターの名前が異なる。A、プレゼントカテットイーストアー、コールドザテイミングオブ、ーシュルーという芝居があるため、確定が困難になっている。ジャジャウマならしと、ジャジャウマならしの正確な関係はわかってない。 様々な説があり、じゃじゃ馬ならしが、じゃじゃ馬ならしの上演を記憶で再現したテクストで、あるという仮説、じゃじゃ馬ならしが、じゃじゃ馬ならしの原点ではないかという仮説、じゃじゃ馬ならしが、じゃじゃ馬ならしの初期原稿ではないかという仮説、じゃじゃ馬ならしが、じゃじゃ馬ならしの本案ではないかという仮説などがある。じゃじゃ馬ならしは1594年5月2日に、 書籍出版業組合記録に登録されている。これは二つの議局の関係がどのようなものであれ、ジャジャウマならしはおそらく1590年から1594年までに書かれたことを示唆している。しかしながらもっと年代を絞ることも可能である。と書きにサイモンへの言及があり、おそらく1592年8月21日に埋葬された役者。 サイモン・ジェヴェルを指していると考えられる目、ジャジャウマナらしが書かれた可能性がある最も遅い時期は1592年8月で、あると考えられる。さらにアンソニー・シュートのビューティー・ディサーナード、リトゥン・アンダー・ザ・タイトル・オブ・ショア、エス・ワイフに、ジャジャウマナらしのケ統トに言及したと思われる箇所があるため、ジャジャウマナらしは1593年より前に、書かれたと考えられる。ジャジャウマの曲に本ともに、 著者不明の芝居、悪党を見分けるコツに似た言葉遣いが見受けられ、また、ジャジャウマならしにしかないいくつかのパッセージを釈用している。このため、ジャジャウマならしは1592年6月より前に、初演されたと考えられる。1982年のオックスフォード版、シェイクスピア全集に収められた、ジャジャウマならしについて、H.J. オリバーはこの芝居は1592年までに、 書かれたと示唆している。これは、ジャジャウ馬ならしのタイトルページで、劇が、ペンブルック博一座により、何度も演じられたと書かれていることを元にしている。ロンドンの劇場は1592年6月23日に、ペストの流行で閉鎖されており、ペンブルック博一座は、バース・トラドローに、地方巡業に行っていた。従業は、金銭的な損失をもたらし、劇団は9月28日に、 ロンドンに戻ってきたが結局破産してしまった。それから3年の間にペンブルック博一座の名前をタイトルページにつけた擬曲が4本刊行され、クリストファー・マーローのエドワード二世、シェイクスピアのタイタス・アンドロニカス、ヨークコー、リチャードの真の悲劇、ジャジャウマならしである。オリバーはこうした刊行物が ツアー失敗の後に破産したペンブルック白一座のメンバーにより売却されたと考えるのが自然な推定だと述べている。オリバーは、ジャジャウマナらしは、ジャジャウマナらしの記憶により再現だと考えている。アントンプソンは1984年及び2003年の、ジャジャウマナらし、ニューケンブリッジ版シェイクスピアで、ジャジャウマナらしは、記憶に頼った再現だという考えを述べている。 1592年6月23日の劇場閉鎖に注目し、サイモンについてのとがき、アンソニー・シュートによる言及、悪党を見分けるコツとの類似などを理由に、ジャジャウマならしは1592年6月より前に描かれ、このせいでジャジャウマならしができたのだと主張している。スティーブン・ドイ・ミラーは1998年のニューケンブリッジ版シェイクスアに収められた。 ジャジャウマならしで、1591年末から1592年初頭という、執筆年代推定に賛同し、ジャジャウマならしが、ジャジャウマならしに先んずると考えているが、本案や書き直しだという説を取り、記憶に頼った再現だという説は否定している。しかしながら、キアイーラムは、シェイクスピアがおそらく、アブラハム・オルテリウスの、世界の舞台第四版に収められた、イタリアの地図と、 ジョン・フローリオの第二の果実を種本に用だと考え、この二冊が出版された1591年を、ジャジャウマナらしが書かれた可能性がある最も早い時期だと主張している。第一に、シェイクスピアはパドバをベネト州ではなく、ロンバルディ州だとする間違いを犯しており、これはおそらくイタリアの北部全体に、ロンバルディアと書かれているオルテリウスの地図を使ったためのものである。第二に、 イーラムはシェイクスピアがセリフの一部をフローリオによるイタリアの言語と文化のバイリンガル入門書第二の果実から取ってきたと示唆している。1594年、印刷業者のピーター・ショートがジャジャウマナらしのクオート版を出版社のカスバート・バービーのため印刷した。1596年に同じ印刷業者と出版社により再販された。1六百七年には印刷業者、 バレンタイン・シムズが出版社ニコラス・リングのためこのテクストを印刷した。ジャジャウマ・ナラしは1623年にファースト・フォリオが出るまで印刷されたことはなかった。ジャジャウマ・ナラし唯一のクオート版は1631年に印刷業者のウィリアム・スタンズ・ビーが出版社ヨンス・スメズウィックのため印刷したもので、1623年のフォリオ版に基づいた A。 ウィテ・アンド・プレゼント・コーマディ・コールド・ザ・テイミング・オブ・ザ・シュルーという書籍であった。書誌学者の W.W. グレックは、著作権においては、ジャジャウマ・ナラシと、ジャジャウマ・ナラシは、同一テクストとみなされていたこと、つまり片方のテクストの権利保持者がもう片方の権利、持っていたことを示している。すなわち、スメズウィックが1609年にファースト・フォリオに、 入っていた方の擬曲を印刷する権利をリングから買った際、リングはジャジャウマならしではなく、ジャジャウマならしの権利を譲っていた。導入部には直接の文学的な種本はないが、騙されて貴族だと信じ込まされるイカケヤの話は、多くの伝統的な文芸作品に見受けられる。千代人う物語にもこうした物語があり、ハルールンアイコールラシードが路地で眠っていた男に、 同じいたずらを仕掛けるというものである。オランダの歴史家ポンツス・エウテルスのブルゴーニュについてで、ブルゴーニュ公フィリップ3世がポルトガルでの姉妹の結婚式に出席した後、酔っ払った職人を見つけて楽しい喜劇でもてなしたという話が出てくる。千代人う物語は18世紀半ばまで英語には翻訳されなかったが、シェイクスピアが口伝で知っていた可能性もる。 ブルゴーニュについては1600年にフランス語に、1607年に英語に訳されたが、1570年にリチャード・エドワーツが書いた現存しない英語の昭和集に、この話が存在した証拠があるため、ブルゴーニュ公の話も知っていたかもしれない。ペトルーチオとキャタリーナの物語については、様々な影響が考えられるが、一つの財源が特定できるわけではない。 フアン・マヌエルによる14世紀のスペイン語の著書、ルカーノルハクとパローニオによる模範とすべき本の第44話にこの物語の基本となる要素が含まれており、とても強く熱烈な女と結婚する若い男に関するものである。16世紀までには英語に訳されたが、シェイクスピアがこれを引いて財源にしたという証拠があるわけではない。 頑固な女が男にならされるという物語はよく知られており、様々なところで伝統的に見受けられるものである。例えば、ジェフリー・チョーサーのカンタベリー物語に含まれる粉屋の話によると、ノアの妻はそうした女であり、中世の静止劇ではこうした描き方は普通であった。歴史的には、ソクラテスの妻、クサンティッペもそうした女性だったと言われており、 ペトルーチオ自身がそれに言及している。こうしたキャラクターは中世文学によく登場し、シェイクスピアが生まれる前も活動していたまも、大衆向けの衝撃の題材となっていたほか、民話にも出てくる。1890年のアルフレッド・トルマンが、賭けの場面の財源として、ウィリアム・キャクストンが1484年に翻訳した1372年のジョフロア・ドラ・トゥール・ランドリの著書。 当の騎士の本があり得るのではないかという推測を提示した。娘たちに礼儀にかなった振る舞いを教えるために書かれた本書には女の家庭教育に関する論が含まれており、水桶に飛び込めと言われた際にどの妻が最も従順か確かめるため三人の商人が賭けをする逸話が入っている。この話では最初の二人の妻は擬曲同様従うのを拒み宴会と 夫が妻を押し付けるための正しい方法についてのスピーチも入っている。1959年に、ジョン・ダブリューシュローダーは、当の騎士の本における王妃はシティの描写がシェイクスピアに影響を与えているかもしれないと考えた。1964年、リチャード・ホズリーは、この擬曲の主な財源は、作者不詳のバラット・エーメリー・ジェスタ・オブ・エー、チュルド・アンド・カースト・ワイフ。 ラプット・イン・モリルズ・スキン、ホーハー・グッド・ビハワーかもしれないと指摘した。このバラットは、夫が頑固な妻を飼いならさねばならなくなる、結婚の物語に関するものである。ジャジャウマならし同様、この話には二人の姉妹がいる家族が登場し、妹の方が優しく人に好かれている。しかしながら、このバラットでは、姉の頑固さは単に元々の性格だからというだけは、なく、 男性を支配したがるジャジャウマの母に育てられたためだということになっている。最後に、夫妻で実家に戻り、今や飼いならされるようになった姉が妹に従順な妻であることの良さを説く。このバラッドでは、シェイクスピアよりも奈良市の家庭がずっと身体的で、カバの枝むちで血が出るまで打たれたり、ニウマの肉に巻かれたりする。このバラッドは、昔からこの戯曲の変者に知られていなかったという。 わけではなく、AR ・フレイ、W.C. ハズリット、R. ウォリック・ボンド、フレデリック・エス・ボアーズなどは、これが財源ではないと考えていた。現代の他の編者でも、ホズリーの説に疑念を示す者はいる。1966年に、ジャン・ハロルド・ブルンバンがこの芝居の主要な財源は、文学作品ではなく、高等伝承だと主張した。ブルンバンによると、ペトルチオとキャタリーナの物語は、 アールネトンソンのタイプインデックス901のジャジャウマ鳴らし系統の話の例だと考えた。ブルンバンはヨーロッパの30カ国以上に分布する901型の民話を383種類見つけたが、文字になっているものは35例しか見つからず、シェイクスピアのジャジャウマ鳴らしプロットは分かっている限り印刷物では完全な財源をうまく見つけることができていないが、究極的には、 交渉に期限があると結論付けた。ブルンバンの発見は批評家の間で広く受け入れられている。脇筋の財源については、アルフレッド・トルマンが1890年に初めて、ルドビーコ・アリオストのアイス・ポシチであると同定したが、この作品は1551年に刊行されたものである。ジョージ・ガスコインの3文による英訳サポゼスが1566年に上演され、 1573年に刊行されている。アイスポシチでは、ルーセンシオにあたるエロストラートが、バプティスタに相当するダモンの娘で、芝居ではビアンカにあたるポリネスタと恋に落ちる。エロストラートは、トラーニオにあたるメシ使い、デュリポに変装し、一方本物のデュリポは、エロストラートのふりをする。こうして、エロストラートは、ポリネスタの家庭教師として雇われる。他方、 デュリポは、グレメオにあたる、老いた求婚者クレアンデルの求愛を傍するため、ポリネスタに正式に求婚しているふりをする。デュリポはクレアンデルにセリカツつが、実際にできるよりも多くの財産を約束してしまったため、エロストラートと二人で、シエナから来た旅の紳士を騙して、エロストラートの父で、芝居では、ビンセンシオにあたるフィロガノのふりをさせる。しかしながら、ポリネスタが妊娠しているとわかり、 ダモンは、本当の父親が、エロストラートであるのに、デュリポを投獄する。その後すぐに、本物のフィロガノが現れ、すべてが露見することになる。エロストラートは正体を明かして、デュリポを許してほしいと頼む。ダモンは、ポリネスタが、本当は、エロストラートに恋していると気づき、策略を許すことにする。監獄から釈放されたデュリポは、自分がクレアンデルの息子だと知る。 さらに、プラウトスの幽霊屋敷も多少財源として使われており、シェイクスピアはおそらくトラーニオとグルーミオの名前を、ここから取った。ペトルーキオがカタリーナを食べさせない、眠らせないといった手法で従順な女に変身させるという筋は、フェミニスト批評の文脈で批判されることが多いが、それ以前から、すでに本作の暴力性、ミソジニーは注目されていた。リンダ・ブースは、 ジョン・フレッチャーが1611年に本作の続編、女の勝利、またのナジャジャウ馬鳴らしが鳴らされて、セタマーテイモドを発表したことなどに着目し、ジャジャウ馬鳴らしは、シェイクスピアの時代の基準からしても、必ずしも観客にとって居心地が良い芝居ではなかった可能性を指摘している。本作における性差別的な側面に対する批判の急先鋒が、 ジョージ・バーナード賞であり、この芝居について、まともな感情を持った男であれば、賭けや、女性自身の口から発せられる演説に示せれている、選ぶった男どものモラルに強く恥じることなしには、女性と共に芝居を、終わりまで見ていることなどできるわけがないと述べ、ジャジャウマならしへの批判を反映する儀曲、グマリオンを執筆したほどである。一方で、 ペトルーキオがカタリーナを変身させるために非常に苦労したことを強調したり、ペトルーキオに調子を合わせたカタリーナの方が一枚上手であるということに着目することで、本作が性差別的作品であるという分析に論爆する批評もあり、こうしたポジティブな解釈に基づく上演も存在する。キャロル・トーマス・ニーリーはカタリーナとペトルーキオの関係性に関して、 暴力性よりは二人の間に愛が介在していることを強調する分析を行っている。また、カタリーナとペトルーキオが両方とも世間に居場所がなく問題を抱えた孤独な赤者であり、二人が心を通わせるまでの過程が重要であると考える批評や上演も存在する。しかし、こうした解釈に対してバーバラ・ホジドンはどのような演出を行っても最後の場面が 観客に幸せな合間とでも言うような場面と受け取られる可能性があることを念頭に置かなければならないと指摘している。もう一つのテーマとして金銭という動機が挙げられる。キャタリーナと結婚したがる者がいるかいないかについて話す際、法典主は十分な金に言及する。それに対してペトルーチオはペトルーチオの妻になれるくらい裕福な女がいれば シビュラのように歳をとっていようと、クサンティッペのように悪災だろうと構わないと述べる。数行後で、グルーミオも同じようなことを述べている。さらに、ペトルージオは、グルーミオ、トラーニオ、ホーテンシオから、キャタリーナと結婚できれば、バプティスタの持参金に加えてさらに金を払うと、約束してもらっている。グルーミオとトラーニオは、文字通りビアンカを持参金で競り落とそうとする。 構成、数多くの作品が、ジャジャウマならしから派生した。コールポーターのミュージカル、キスミー、ケイト、ボルフ・フェラーリのオペラ、スライ、および2000年のブラジルのテレビドラマ、オークロボ・イエローサなどがある。映画化も何度もされており、1908年に D.W. グリフィスが、サイレント作品として映画化したのが最初とされている。1929年には、当時の大スター、 メアリー・ピック・フォードとダグラス・フェアンクス主演で制作された、放題、ジャジャウマならし。1967年には、フランコ・ゼフィレッリ監督、エリザベス・テイラー、リチャード・バートン主演で映画が、放題、ジャジャウマならし。1999年には舞台を、アメリカのハイスクールに置き換えた、恋のから騒ぎ、ジューシングス、アイヘイトアバウトユーがヒットしている。連続テレビドラマ、 こちらブルームーン探偵者でも、主な登場人物が、ジャジャウマならしの喜劇的なパロディを演じる回、今宵は、シェイクスピアがあった。ジョン・フレッチャーによる、続編、女の勝利、またのなジャジャウマならしが鳴らされては、1611年に、書かれ、2004年に、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの手により再演されている。ジャジャウマならしの引用は、 すべて1623年のファーストフォリオに基づくオックスフォード・セイクスピアによる1.251は第1幕第2話51行を表す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。